はい、なんとなくこれでいこうかなと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日からですね、冬支度の、一つとして、次女のマフラー作りをちょっと開始しようかなと、どんな模様で編もうかと悩んでおります。で、使う糸のね、予定としてはこの衝動買いしたウィスターブルックモールっていうモール糸なんですけど、似たようなモールじゃないんですけど、似たような糸があったので、練習編みとして今どんな模様にするって昨日とうなって、一応ね、この、長編み5目のパプコーン編みをしようとまでは昨日言ったんですけれど、ちょっと寂しいなと、この状態ですね、この状態で、編み方がここからここまで、だいたい150から190センチぐらいの間の長さのマフラーということで、編み始めはもうこの長さ編んでしまって、ここからこう欲しい幅ですね、この幅になるまで編んでいこうと。だから1段がめちゃめちゃ長いというね、ちょっとそっちの編み方をしようかなというところで、で、編み方どうしよう。で、パプコン編みでこう編んでたんですけど、ちょっとね、寂しいなと。これがね、横にずら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 っとこう並んでくんですけど、ちょっとね、ここ寂しいって思いまして、どうしよう、悩みました。悩んだんですよ。引き上げ編みでこうね、こう、X みたいな模様をこう入れてこうかとも思ったんですが、これがね、いいかなと私の中で、この線がね、横に入っていくんですけれど、ちょうどこのまんまこう横にね、長くなっていくので、ところどころにこう線がついて、ここに縦線がね、こう縦線がこう入ってくるのも面白いかなと思いまして、長さが強調される感じでいいかなというので、この編み方の方をやっていこうかなと思います。で、昨日のおさらいがてらなんですけれど、はい、鎖編み3目で立ち上がって、で、長編みを、両端は何も考えずに普通の長編みをします。で、ここ模様が入ってたんですけど、パプコン編みの位置をずらしていこうと思うので、またもう3回長編みをして、でここから模様パプコン編み入れていくのに1目鎖編みして、で1個飛ばして、この目の方1個飛ばしまして、でここに長編み5目編んでパプコン編みにします。長編みを5個編みました。はい、一旦糸から針、糸をね、外して、1、2、3、4、5、5目目のところを拾ってから、はい、糸を針に戻して、そのまま引き抜く。で、鎖編みして、落ち着きます。これでパプコン編み1つ。で、鎖編み1つして、ここ1目飛ばして、こっち側に、はい、長編みを3目。長編み3目とパプコン編み、長編み3目、パプコン編みっていう風に交互に入れていくと。で、両方端っこは、両端3目は、どちらにしても普通に長編み3目と。これでおしまいっていう感じですね。で、ここから、はい、今度鎖編みして細編みをしていくんですけど、まず両端はどっちにしたって普通の細編み。で、ここからなんですが、次から長編み3目の時はこれ前から拾ってです。前からこの長編みの足をググッと拾って、ここで細編み引き上げ編みですね。前から取って細編みの引き上げ編みを3目この長編みの分だけやります。そうすると表から見るとポコッと浮かび上がってくると。で、ここの模様編みのところは普通に鎖編みのとこ拾って細編み、はい、パプコン編みのところも、はい、拾って細編み、鎖編み拾って細編み、でまた普通に長編み3目のところに来たので、はい、前から足を拾って引き上げ編みを3回で、端っこは何もなかったかのように普通に細編みを3回と、ここポコッとね、線が入ります。
こうやって縦のね線が入るのがいいんじゃないかなと、ちょうどいいんじゃないかなと思ってまして、でまたここで鎖編み3目で立ち上がって、はい、同じ編み方ですね。ここは変わらないです。こんな感じかなと。そうするとこれ2段ずつですね、2段ずつ編んで計6段編んだんですけれども、まあ6段というかこのパプコン編みの部分が6個になるよ、6段になるように間に1回ずつね細編み入ってるんですけど、これでこの編み方でやっていこうかなと思います。これが縦に長くなる、こう今こう編むとしたらこう編んでいくんですね、横にずっと長く。じゃあ目数をじゃあ割り出して、なんとなくですね、もうきっちりはっきりな正確な目数じゃなくていいんですけど、注意しなければならないのは3目ずつなので、3目で交互にいかなきゃいけないのか、1234今5模様、まあそこら辺の感じをちゃんとしないとまずいかなと思っています。今これ15目あります。15目で14ぐらいって感じ、14ぐらい、ここ一番怖いのこれですよね。15目が14センチぐらいです。じゃあこれ単純に10倍140だと14? さあここで計算だぞ。140センチの時は10倍150目、30目で28センチ、まあ約30センチ弱ですね。これでいいのかな、だいたいこれ合わせて170ぐらいになるんじゃないかな、30センチという。これでだいたい170ぐらいだから、ということは180目目指せばいいのかなと。で、180目ってことは、ちょっと待ってね。180目ってことは、これを、不安でしかない。もう自分の計算不安でしかない。もう一回考えよう。もう一回よく整理しましょう。今ここ15目あります。15目で14センチありました。だから、単純に、10倍して140センチになると、10倍すると150目必要。で、まあ14センチの2倍で28センチだとだいたい30目必要。合わせると180目です。それでだいたい170センチ近くになるんじゃないかなぐらいのおおよそです。まあ幅がね150センチから190センチぐらいの間でいいやぐらいなので、でそこからまあ最初と最後の3目は何も模様を入れたくないので6目は確定するので、まずこの180目から6目を引いたこの174目が結局この模様、この333の9目で一模様じゃないよ。危ないよね。これは危険だな。これ6目で一模様か。落ち着け。危ないね。まあ、174目まではいいと思うんですよ。問題この174目の中でこの模様がちゃんと入るかどうか。だから33だから6目。6目だね。6で割り切れるかどうかか。で、29模様だ。割り切れたじゃん。これなし。174目でいいんだ。174目で模様がこの6目ですね。模様的にはこのパターンなのかこのパターンなのか、模様がどっちか先に来るのかだけしかないので、この6目が、29模様あれば174目になるということが分かったので、
あ、同じだ。じゃあ戻して180目でいいんだ。お、危ない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 。もう本当にね、アホなんですわ。和英子ちもなしなし。もうこの計算無駄無駄。はいはいはい。もう本当にリアルに瞑想して、リアルなアホさ加減を披露しておりますが、うんうん、まあこれでいってみましょう。じゃあこれで180目を目指してみようかなと思います。さあ、おおよそでいいんで、おおよそでいこうやっていう。私いつも思うのがですね、結構大胆に引き抜きます。こんがで、くちゃっとなりそうなんですけど、このぐらいの塊でボコッと抜いてしまっても、このぐらいの太さの糸だと猛烈な勢いで編んでしまうので、あっという間に、取り返しがつくというか。いや、すごい、モールモコ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 でございます。じゃあこれでまず180目、いや長い先、先は長いけど180目やってみるか。8、79、80、これで180。うん、180で、あ、マフラーかなって、やっぱりこのぐらいの長さ必要ですね。で、はい、編み目が分かりづらい。これはね、モール糸の怖いところですけど、まあ編み目が分かりづらいイコール、まあなんとかゴリゴリできるっていうね、前向きに考えていこうかなと思います。やっとここまで来た。だから1段めちゃめちゃ長い、めちゃめちゃ時間かかる。あんだけボコッと出てきた糸なんですけども、根元まで到達してあっという間になくなります。ふーって感じです。ふー、でまずこっから行きましょうと。でこっから1、2、3目立ち上がって、1、2、3で立ち上がって、ここです。この裏山を取ろうかと思うんですけど、裏山見えねえっていう話なんですけど、見えないな、見えないから上半目と裏山取っちゃおうかな。これで1、2、3、4、5、1、2、3が立ち上がりで、4目目が立ち上がった。そこで5目目のところの真ん中いっちゃいますか。見えないもんねーって感じで、はい、長編み、はい、長編み、長編み3目編みます。でこっから鎖編み1つして、で引っ掛けて1目飛ばした隣のところを拾って、ここによいしょ、長編みを5目のパプコン編みをします。で鎖編み1個して、1個飛ばして、はい、長編みを3目。すごいね、モコモコの肌触りのいい糸ですね。あ、意外とね、カメラ越しで見た方がね、目が分かりやすいかも。実際の方が光の加減でね、一体化しちゃってますね。でもね、こうさすがにね、180目もあるので、突き進んでいって最後つじつまが合わなさそうってなったら、もちろんゴリゴリでそのまま突き進みます。編み直してる場合じゃないっていうね。そんなことしてたら嫌になっちゃいますからね。まあ、こういう感じでポコポッ、モコモコっとしたものを、これ180名ね、全部やらなきゃいけないかなということでやっていこうかなと思います。これもね、そんないっぺんには、次の日に、はい、ここまでできましたってできないと思いますので、まあこっちもぼちぼちやらせていただこうかなと思います。もうぼちぼちやるものが多くてね、追いつかないんですけれど、それでもこう手を休め休め少しずつね、やっていこうかなと思います。もうなんとかね、これは雪が降る前に出来上がったらいいかなと思っております。はい、こんな感じでようやくね、編みが、ここかとここか、糸が変わるとこんなにもイメージが変わるのか。で、多分この糸より実際編んだらこっちの方がちょっと大きめに編めてる気がするので、ちょっと長めになるかもしれないですけれど、まあそれはそれでね、短くて縛れないよりは長い
方が巻いとけって言えるのでここはこういう感じで、娘の次女のマフラー作っていきたいと思います。ちょっとね、一玉で足りるかは心配な部分があるんですけれど、まあ足りなかったら足りなかったでまたねちょっと考えようかなと思います。これはね、明日までにはね、はいここまでできましたはできないと思うので、明日また違うことやっていきたいと思います。それではまた明日。じゃあ。